こんばんは。前回の続きからやっていこうと思います。ではやっていきます。ですね、イベントが目白押しですね。いろいろやってるんですけど、まずリーグ戦どうなったかな。成績あんま良くないんですよね。あーダメだ、巻き越してる。このまま見たらどうなるんだろう。どこで見たらいいのかな。これかな。あるね。あ、入れ替え戦だな、このまま行ったら。あららららららら。こっちも入れ替え戦。あ、降格があるね。あ、降格ではないけど、入れ替え戦っていうのに行けるんだね。OK、OK、わかりました。あとですね、なんかね、限定でなんかね、これやってるんですね。ちょっとやってみますね。なんかね、いろいろなんか、たくさんに、大量にいろんなものをもらえます。試合に勝つと。負けてももらえるのかな？大体勝つんじゃないですか。もう弱いんですよね。なんで、そうですね。途中で動画撮るのやめて、もう最後まで飛ばそうかなと思ってますけど。さあ、ゲームが始まりました。かわす。パスを出す。まあ、勝つのは勝つと思います。サイドから中へのボール。シュート。ですよね。そうですね、3点ぐらい取ったらちょっと一旦取るのやめようと思います。今のは見事な得点でした。見事、本当に右へ叩いてかわして、はい、 OK。 豪快なシュート。いや、これね、まあ、自分のね、うちのゴールキーパーがね、相手メッシとかね、してる時の感じですよね。止めろよって。これを相手にやられちゃうんですよね、自分が。強い人でやったら。OK! とりあえずここで一旦止めます。試合勝ちました。11対0ですよ。まあ、こうなっちゃいますね。相手、こうすごくないですか、この、なんかこう、宝箱みたいな数。こんだけもらえるんですよ、大量に。経験値もたくさん入るし。あ、1か、経験値は。すごくないですか、これ。金ばっかりだけど。これがね、課金なんですよ。だから これもらう方が嬉しいんじゃないですか。ガチャ引けるやつですね。あとね、ガチャがね、溜まったんでガチャしましょう。あ、終わってる。いやー、しようと思ってたのに、2回限定のやつ、あ、終わったんだ。なんだ、早く知らないとダメだったねー。じゃ、ダメじゃん、もう。あったんですよ。前回引いたやつがね、あともう一回残っててね、やろうねーと思ってたんですけど、いやー、そっか、残念。じゃ、とりあえず、これ一回やっちゃおう。運試し。緊張、運命のシュートが今、いいよ。あー、ずれた。3でしょ、わかります。 OK です。残念。今総合力がですね、6万ぐらいになったかな。6万351。前回より1000ぐらい上がったと思いますね。だいたいチーム力上がっていってます。キーパーだけですね。あと残り全部星5の選手です。まあ、ストーンズ、右のストーンズ、ちょっと心配ですね。よくレッド出ます。もうね、レベル70になってる選手もちらほらもういるんですよね。ここら辺、全部、70、70、70。あとはこれをフュージョンして、限界を80まで上がるんですよ。10回すれば同じカード、同じレアリティのカードを重ねるか、あとまあ、素材で上げていくかだと思います。で、前回から始まったこのスピードタイプリミネテッドマッチ。これもね、よくね、分かってないでずっとやってるんですけど、なんかチケットがなくなったのかな、もう。あ、違う、これ BP、この課金を使う、でもないですもんね。うん。だから買いなさい、みたいな感じで出てきますよ。ほら。ね。いや、これはできないっす、今。あとは、そうですね、ゴールデンウィーク期間に入るんで、なんかね、いっぱいキャンペーンしてますね。とりあえずね、
まず自分のちょっと現在地見てみましょうかね。6万ぐらい、ちょっと10万ぐらいの人と戦ってみたいですね。あら？なんで？ BP ある、あ、わかった、何かわかった。あのですね、選手がね、100分の101だからですよ。なんだ、売らないと。そういうことね。これで溜まっちゃったんだなぁ。3いらないや。処分しちゃおう。かわいそう。見られてもないのに処分されていかれる選手。OK。あ、これでね、この LB っていうのがね、今8000あるじゃないですか。5000でね、これも限界突破できるんですよ。ちょっとやってみますか。どれがいいかなぁ。応援っていくつ？ああ、ラピティッチのがいいな、やるんだったら。ちょっとこれが70になってからのがいいかな。だよね。このうちのチームで一番高いのは、このラカゼットか、うん、ラカゼットかラピティッチ95でしょう。やっぱやるんだったらね、この数値が高い選手したいですからね。惜しい、できたんだけど。次回ちょっとお楽しみにします。あ、じゃあこのさっきのやつ、これできるな。けど、まだね、1万ぐらいなんですよね。対戦相手のこの数値が。だから、これちょっとやめときましょう。自分ね、今38000、これはこれ用のデッキがあるんですよ、ここに。このね、丸っていう選手、この丸がついてる選手じゃないと、持ってる能力が出ないんですよね。このびっくりマークだと、こんな少なくなってるんですよね。それで今34255っていう数値の、まあ、総合力のデッキしか今作れないんで、これじゃなくって、実際の今の力を見たいんで、ちょっと10万ぐらいの人ちょっとやってみたいですね。これね、今マッチングはね探してるんですよ、対戦相手を。世界の人なんですかね。あ、これはダメだ。ちょっとここ飛ばします。これね、多分ね、コンピューターです。ちょっと飛ばします。うわー。強い人と当たんない。でもこれは多分、対人だと思います。あともう一回したらまたコンピューターだったんですよね。なんかね、いいマッチングしない。熱気渦巻くスタジアム、キックオフは間もなくです。強い人全部上に、今このブロンズじゃないですか。じゃ下の方に自分がいるからでしょうね。ビギナー、ブロンズ、シルバー、ゴールドって、こう、下から2番目ぐらいのカテゴリーにいるから、だと思う。シルバーだとね、結構強い人いるんですけどね。やばいな、でも。ああ、なるほど。出てますね。やばいよ。うちはキーパーがやばいからね。やめて！おお、これは出てますね。思いっきり出てますね、こっちは。ここから繋いでいきたい。いいよ。来た、シュート。はい。素晴らしい。あ、これボランチの選手？キックオフです。新加入選手じゃない？中央から仕掛ける。抜いた。いやいや、うまい。うまいね、あんた。豪快なシュート。いや。ゴール。素晴らしい。いや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 。これね、相手がちょっとね、ちょっと失礼ですけど、格下になっちゃうからだと思うんですよね。もうね、相手が10万ぐらいあるチームだったら何もできないですね、こっちは。同じぐらいの力で対戦したいんですけどね。さあ、勢いを止めずにこのまま一気に行きたいところです。
下手にね、なんだろう、リアルタイムでマッチングさせないで、うん、なんかそういう条件でこうできるやつがあったらいいんですけどね。対人じゃなくてもいいから、この6万ぐらいのやつを対戦したいとか、そしたら大体自分の力が分かると思うんですよね。いや、これまだ、ああ、いや、あげるね。ちょっとやりたい放題になってないこれ。とりあえず前半でちょっとやめます。これね、自分もね、ずっとやられて、これずっとやってましたからね、最初の頃は。ちょっとここで飛ばしますね。試合はですね、終わって勝ちました。もうちょっと、もう見せなくていいかなと思ってやめてます。相手の方はね、レベルがね、24ぐらいの方でした。だから、まだ初めてそんなに勝ってないと思いますね。自分今、ここ、レベル53です。やっぱりね、力の差があるなって感じですね。それで多分ね、さっきの限界突破、よく考えたらね、これマックスじゃなくてもできるんじゃないかなと。やってみましょう。あれ？違う、これじゃないね。どこだったっけ？これかな？これで、これ。これでね、これでいいんじゃない？あ、できないの？あ、足りない？あ、5000じゃないじゃん。1、10、100、5万、1、10、100、1、10、まあそうでしょうね。あー、そっか。これでも結構かかってるんですよ。1ヶ月ぐらいかかってね、やっと8000なんですけど、これ。1ヶ月ぐらいで8000ということで。半年ぐらい。半年後ですね。これお見せできるのは。そうでしょう。カード売却時に、そうでしょ。限界突破を行うと選択と選手の最大レベル上限値を引き上げることができる。これ、フュージョンと一緒か。限界突破の回数はフュージョンで行われる突破と、共通。だからフュージョンと限界突破一緒ってことですよ。これを、今レベルが70だから71にしますっていうこと。これに5万いるってことです。厳しい。ちょっとできない。あとなんかあるかな。これね、今ね、このカテゴリーで試合してるやつですね。これも多分ね、今1位なんですけど、7勝1敗3分けですね。ガチャもないし、イベント、ね、イベント今やってるんですよ。前回の動画でね、一括受け取り。あ、次、なんだこれ。あ、確定ガチャもらえるんだ、これ。これ全部クリアしたら。嘘でしょ。それ、無理じゃないかな。できるかな。ちょっとすごくない？これイベントミッションすべて達成でって今120分の50。これあと何日ですか？2日ですよ。無理じゃないかな。とりあえず今回はここまでにしたいと思います。次回はまた続きからやっていきます。ご視聴ありがとうございました。